い、今日はミュージックタウン踊り場の方に、呼び出されてきております。なんか一生懸命メモ持って何かやってますけど、MG さん、おはようございます。はい、おはようございます。どうしたどうしたじゃなくて、呼び出したじゃないですか。急に今日俺オフだったのに。フェイス。はい、フェイス。くしゃみですか。フェイス。何、どういうこと。はい、ということで、はい、今回はなんと、はい、やりますよ。何をすか。前回もやった、前回もやったんだけど大反響だったんでまたやりましょう。はい、何ですか、はい、と聞かれましたね、はい、聞きましたね、あんたね、はい、なんと、ティガニーフェス2022って何ですか。イベントやろうよ。あ、イベント、うん、この前、花ちゃん弁当でやったでしょ、はい、あれの拡大バージョンを、はい、言ってましたね。はい、こちらドーン、はい、ミュージックタウンの1階でやりましょう。おー、結構広いですね。なんとね、今回また子供たちのティガニーフェスということで、はい、ああ、はい、あれあるさ、祭りとか行ったら、あの風船とかでジャンプするのとかあるでしょ。ああ、はい、大道芸人呼んだりとか、あの風船割りだったり、射的だったり、はいはい、いろんな景品が当たるやつを全部無料でできるんだ。おー。前やったのの超拡大版、拡大版、はいはい、そしてまた飲食も、はい、花ちゃん弁当でしょ、はい、海の家さんでしょ、はい、小座商店さんが、はい、カレー、タコライス、そばとかも全部。おお、マジっすか。そう、死にありがたいですね。 そしてお前たちもライブするでしょ、はい、それからまたあのすごいやつらいるんだよ。あのアーティストですか。55年生のおっさんバンドとか、あ、とかジェイザーハウス、あ、イエスさん踊ってとか、はいはい、オープニングの、はい、来たり、また、キッズダンスも。ああ、そうなんですか。南部と中部から2カ所。おー、すごいんだから。いいっすね、盛り上がるから。子供たちにも受けますね、うん、だから今それの準備してるわけ。はい、どんな感じでやったらいいのかなとかさ、はい、これが、はい、10月の16日日曜日、はい、12時から4時までを考えてる、はい、いいですね、いい時間、まあ日曜日なんで。そう、はい、12時から4時って言ってもさ、はい、もうずるずる押すかもしれないさ、時間。で、一応会場、うん、会場8時まで借りてるんだよ、はいはい、ただ、うん、その無料イベントは4時までやって、はい、4時からまたエイサーちょっと、あー、いいですね、沖縄市の保育青年会にバーンって華やかしてもらおうかなと。子供も大人も楽しめるような。そう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 、いいですね、そうでしょ、はいはい、これ、見てみこれ、ドーンだからさ、おお、スケジュールやばい、うん、MG の全スポーサンサーに、はいはい、スポンサーさんたちに、はい、こんな企画やりたいんですよって言ったら、はい、みんな快くやってっていうことで、優しいですね、それできるんだよ今回。だって無料ですからね、本当は。通常だとお金、うん、取るやつを無料で。そうなんだ、だからこれも多分何名来るか分からんから、まだ。あ、そうですね。飲食とかも500ずつは準備するんだけど、はい、1000名とか来られた日には。な、だから時間を区切って、はいはい、一応やろうかなっていう。4時間、うん、4時間、はい、まずやってみましょうよ。そうですね。で、あと景品とかも、はい、いろいろ あるでしょ、足りなくなったりするかもしれないから、 はい、あっちのよ、舞台の横に、はい、景品受け取り協賛ブースっていうのを設けるから。協賛ブース、あ、なんかよ、はい、使ってない子供のおもちゃとかさ、あ、はい、あ、まあ、子供連れてくるでしょ、お父さんお母さんなんか、はい、 そうですね、その子供がもう使わないおもちゃとか、あ、はい、やつをこの寄付というか、他の子供たちにも使わそうよという、はいはい、いらなくなったものを、そう、回そうかなと思ってるんだね。いいですね。そう、はい、で、あと、これ大変だな、結構な。大変ですよ、場所を押さえたり。イベントってとんでもないエネルギー使いますよ。タイムスケジュールっていうのもね、な、詳細出してとかみんなに言われて、何も分からんから。そうなんですよ、今一生懸命やってんだよ、はい。一人でやってるかも相当大変ですよね。またよ、こんなことやってたら協力者も増えてきてるんだよ、はい、ああ、マジっすか、すごい、ありがたい。で、あとスタッフ募集してるわけよ、スタッフ。ああ、はい、あの、ティガニーフェス22だから、はい、ティガニースタッフ、ティガニーフェススタッフ、ティガニーフェスのティガニーしてよみたいな。ああ、はい、ティガニーっていうのは、まあ、助けるとか手伝いってことなんで、のスタッフを募集してて、はい、10月の7日に7時半に、はいはい、あの手伝いたい方こっち来てよ。もう一回言ってください。10月7日、10月7日金曜日、ね、金曜日に7時半から8時の間に、はい、こっちのミュージックタウン1階にちょっと来たら、はい、あれだ、 T シャツとかもあげるから。ああ、作ったんすか。作ったよ。ほほほ、この感じ、はい、ドーン、おー、沖縄は
ピガニーフェス。あ、スタッフ T シャツってことですね。盛り上げたいスタッフや。いいでしょ、いいでしょ。これ作ったんだよ。何枚あるんですか。30枚作ったけど、30、はい、今15名決まってるから、おお、あと半分、あと15名いたら、はい、30名ぐらいで臨戦態勢で、はいはい、あれさ、子供とかやれ、あの、なんていうの、ちゃんと並ばない人とかいるじゃん。あんなのをすぐ名号さ、名号さ、ダメでしょ、それは。おお、なんすかこれ、オートバックっていうんですか。オートバック、はい、かっこいいでしょこれは。もう、スタッフやってくれた方限定。そうそうそう、はいはい、しかも2022年バージョンだから、はい、いいですね。だからあとはもうスタッフ揃えて、はい、もうやるだけだから、はい、あの泉さんも来るから。あ、そうなんですか。 あの人保育園の免許持ってるから、保育士とかの、そうね、全部こう会場をね、はい、盛り上げてもらおうかなと思って。出演者もじゃあ豪華ってことですね。そう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 、そんな感じですね。はい、はい、じゃあ皆さん10月16日、はい、日曜日、12時から4時、はい、ね、スーパー無料イベントティガニーフェスを開催しますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします、うん、はい、でいいかな。はい、オッケー。じゃあちょっと段取りしてくるから。あ、はい、ヤシがウクイまだやいびテイク打ち壁めさんねとうとうはめめいめいしめい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 しカモン。